ちょっと忘れてたクエスト、人造人間の避難場所についてレールロードに知らせる。これ BOS とレールロード2つあるんだけど、まあ、どっちかしか選べんみたいなんで、まあ人造人間に結構有効的なレールロードに教えてあげようと思います。パムが君を部屋に呼んでいるよ。また呼んどんか。ちょっとパムと話しよう。まずまた新たなサイドクエストだろう。ダイアログモード起動。目標位置にコーサーが現れたという信頼性の高い報告。そうする。適時の解決を要請します。また増えたなクエストが。あんまクエスト増えすぎるとちょっとややこしくなるような。あら、あなたがフィクサーなの？ずっと探してたわ。名前はボクサー。連邦を駆け巡っている噂のことでボスに呼び出されたの。聞いた話だと北の方で人造人間に出くわしたとか。本当なの？なぜそれを知っているの？ここしばらく北に隠れ家があるって噂があったのよ。でも確証はなかった。彼らは助けを求めてるの。正式な連絡手段を確立できる？レールロードはどんな支援ができるの？物資がギリギリでも余り物を片っ端から送ってみることはできる。何より連邦からの逃げ道を探してる人造人間を送り込める場所があるって分かればそれだけで十分だから。それでどう思ってるの？レールロードの支援を必要としている。こんなにいい知らせを聞いたのは久しぶりだわ。私は大急ぎで北へ向かうわ。その人造人間たちと直接話せれば上々の滑り出しになる。ありがとうフィクサ。これでいろいろ変わるはずだわ。これで完了か。特に経験値は入らんみたいだな。あれ、 BOS にも伝えれるな。 BOS にも伝えようか。はい、今度は BOS に報告に来ました。忘れるな、従者はただ見学するだけだ。彼らに武器を持たせないのが最善と判断した。だから目を離さないでほしい。報告しておきたい話があるの。分かった、聞こう。 BOS が北へ行くのは可能なの？連邦の外に目を向けるための十分すぎる理由になるな。詳細な情報が必要だ。一体何の話をしている？彼らはインスティチュートの外に半永久的な場所を築こうとしている。インスティチュート？なんだ、誰のことを言っている？何の話だ？アカディアでディーマと自称する人造人間が取り巻きを集めている。自ら解明した？つまり自発的に行動しているということか。なぜこのことに私の目を向けさせたのか分かってきた。他に話せることは？人造人間たちは数を増やしている。続々と連れ込まれているわ。このまま許しておける問題ではないというわけか。分かった、もううんざりだ。このことに私の目を向けさせて正解だ。できるだけ早くこの問題をエルダー・マクソンに提起しよう。彼がこの脅威の殲滅を望んだらさらなる戦いに備えてベルチバードを再準備する時間が必要だ。上院に作業をさせよう。その間もまた新たな情報を集めてくれれば正確で組織的な作戦行動の遂行に確実に役立つ。準備できるまでその人造人間たちに関わるな。分かったか？これを教えてよかったんかな。通信あれ。リーマの助けるために使えるストレージドライブ回収したいと思います。ここだね。敵がいるのかな。まあいるだろうな。しかし暗いな。一応ライトはつけとんだけど。目的地着いたっぽいけど。どこだ？
銃声。バレた。マシンガンタレットがあるってことは人間がいるな。暗くてよくわからねえ。トラッパーがいるんか。ん？マーカーが2つ。なんか燃えてるね。船の中か。よいしょ。よいしょ、これか。ファラデーと話す。これ完了じゃな。ストレージドライブ回収したぞ。あら、ああ、頼まれたあのストレージドライブを手に入れたわ。ああ、それは素晴らしい、ありがとう。あ、2つだけ？本当に？3つあると思っていた。あ、施錠されたチェストを見つけたわ。多分最後の1つはその中にある。鍵は持ってる。鍵？チェスト？残念ながら知らない。うん、よし。あ、まあ、いい。お前3つ手に入ったんか。2つだけでいい。役目を果たしてくれたからこちらも役目を果たそう。回収してくれて感謝する。完了。経験値低いな。はい、肉を水に落とす。これをやってファーハーバーの英雄になろうか。もうちょっと場所は。パワーアーマー着てると泳げないんだよね。だからちょっと心配なんだけど、そこがあんま深くないといいけど。すごい霧に覆われてるな、この辺。誰かいる。ドッティ、なんだ。ドクターに言われた。だから立ち会ってる。あ、なるほどね。この辺でか。肉肉。落とす。来た。何か。これで終わりだ。まだいるか。お、やばい、使った。全然効いてねえ。思ったよりいい感じだね。さらに落とすの。落とそうか。嬉しい。家にいる時よりも髪の切り傷は好き。完了。なんかマーカーがあっちになってるけど、おお、なるほどな。まだマイアラークがあったんか。来た来た来た。伝説。
お、強え、マシンガン。あとは、なんもないな。で、次の目標は？戻るんか。よし、マイアラークを倒したぞ。なんかみんな集まってるな。これでもアホどもがまだ信じないというのだな。まあ、あんな奴らはもうどうでもいい。そうだろう。これであいつらも話をしてくれるようになるはずだ。仕事をさらに頼みさえしてくるかもしれない。ラストプランクのミッチのところに行くといい。テディ、他にも何か用は？まだ手伝ってくれるのか。いやいや、もう十分助かったよ。さあ、これを。もしよかったら、みんなと交流してほしい。君のために集まったのだから。お、キャプテンの帽子。みんな、聞いてくれ。苦しい状況だが、このご馳走が事態を逆転できるという証拠だ。確かに本土人は、その悪質な行いに対する責任がある。しかし、この人は特別だ。この人は、キャプテンズダンスを終えた。本当だ。この目で見た。個人的には、彼女はもはや本土人ではないと思っている。我々の仲間だ。イエーイ！本土人ダンスだ。これはあなたに。うん。あら、キャプテンズダンスね。ああ。これで終わりか。他にもクエストがなんかいっぱい増えたな。うちの拳銃で愛する者を守ってくれ。見つけてくれた道具は使っていて楽しいわ。それであるアイディアを思いついた。大昔に沈んだ貨物船がある。南に行ったところよ。アーク溶接といくらかの力仕事をこなせば船を補強できる。強固にね。すぐにやるのが一番。とにかくすぐに。なんで急いでいるの？あんたには無関係よ。とにかく船には修理が必要。ああ、ここで協力したわずかな人間の一人なのに、なんで時間を制限されるの？構わないで、ドクター・テディ。ええ、私は病気を抱えている。不治の病を。それを公にするのは難しい。私がいなくなったら船をしっかり守ってくれる奴がいなくなる。とにかくその前に準備するのが一番よ。本当に不治の病？昔でさえ治せない病気はたくさんあった。そしてこれもドクター・テディが私の病状をカルテ一式とともに本土の医者に伝えたの。そして残念だという返事をもらった。何と言えばいいかわからないわ。何も言うべきことはない。でもすべきことはある。うん、MS アゼリアの船よ。トラッパーがいるはず。卑劣な奴らよ。あんたがデッキを片付け次第クルーを生かせるわ。幸運を。さっきのがマリナーだよな。いや、これ優先してやろうか。オプションだから。で、まだ他にも届いたばかりだ。医療品も食料品も揃ってるぞ。これはお前に。これはお前に。これ30年ぶり？もっとか。あんなすごいダンスは久しぶりに見たよ。どうも。で、お次は誰だ？あら、すいません。話があるんですけど、14.5 キャップがあります。あなたを雇わせてください。乗った。どんな仕事？ハーバーマンはドックにいるべきじゃない。ドックにいたら血を流して死んでしまう。
立ち直るために、強くなるために土地がいる。エコーレーク製材所に古い風力発電所につながってる送電線がある。そこを片付けてくれたら、ハーバーマンがコンデンサーの配線をつなげることができる。そうすれば霧から身を守ることができる。どうやってそんなことが分かったの？お父さんが腕の良い機械工だったの。霧に殺される前の話だけど。しっかりした子ね。そうなのかな。ただ残された家族がドックで死んでほしくないの。お金が全然足りてないことは分かってるけど、住む場所の問題が解決したらきっとみんなが何でもしてくれるはず。すごく感謝するはず。お願い、助けて。任務がいろいろ増えるな。でもう一人話せるやつがおるよな。ここか。店主か。みんな道を開けろ。本当にクイーンを倒したの？マリダンが言ってたけど。あまり困らせるな、デイビー。もちろん倒したさ。ほら、これが英雄だぞ。お前のこと完全に誤解していたようだ。キャプテンアベリー以外はね。そうだな、成人ぶったアベリーは見抜いていた。思い出させてくれてありがとう。次の一杯はおごりで。アベリーに不満か？アベリーはこの島で生まれたくせに、島を離れて長い間帰ってこなかったんだ。戻ってきたのは10年前、いや11年前だったか。それ以来あいつは馬鹿げた本土の風習を押し付けようとしてくる。役に立っていないとか親切じゃないっていうことを言ってるんじゃない。ただうまくいってるものを無理やり変える必要はないだろう。ありがとう。これくらいしかできないからね。ミッチー、この人はキャプテンズダンスを終えたのよね。多分おじさんのことも。それは家族の問題だ。ごめんなさいマダム、ミッチーはプライドが高いから。でもケンおじさんのことが心配なの。おじさんがどうかしたの？ケンおじさんはまだ島で暮らしている最後の人よ。最後まで抵抗しているの。腹をすかしたモールラットの大群なんかよりもイカれてる人だ。霧コンデンサーだったかな、ミッチが彼に送ったの。だから霧から守られてまだ生きているかもしれない。でもキャンプ場は恐ろしい獣だらけになってるかも。お願いだ、頼むのは不本意だが、彼は親類なんだ。様子を見てきてくれないか。そしてここに引きずり戻してもらえないか。もちろん報酬は払う。島は危険に満ちている。手伝ってほしいなら高くつくわよ。うん、調べに行ってくれるなら物資をいくらか渡そう。霧に立ち向かうためのな。トランクにはキャップはあまりない。おじさんが戻ってこないと言ったら。それなら様子だけでも見てきてくれ。報酬は同じだけ払う。おじさんを探しに行くわ。おじは内陸にある古いビジターズセンターに住んでいる。彼は罠を愛用してるから気をつけてくれ。はい、これでみんなのクエストを教えてもらったな。いやー、結構クエスト多いね、このダウンロードコンテンツ。はい、 MS アゼリアのトラッパーをします。これやっていこう。場所はここ。もうすぐ着きそう。今んとこ敵兵はなし。あ、見えてきたな、目標が。トラッパー退治だ。いるね。あ、クソ。まだ生きてるか。ダメだ、倒せんかった。当たらんか、これ。
結構複雑そうな場所だな。敵へはあんまりわかんない。いっぱいいるな。いた。あ、命中率ゼロ。これ生きるはずなんだけどな。ビルジってやつがターゲットか。うわ、全然当たんねえ。倒しきれんか。あ、倒したっぽいな。片付いた。ん？どこに隠れた？見つけ出した。あ、もう目標達成したっけ？さっさと帰ろうか。コツコツやりましょう。お、働いてるな。アゼリアのあのトラッパーたちを見くびらないで。 MS アゼリアの準備ができたわ。作業のためにクルーを行かせる。聞いて、病気のことはドクターにしか話していない。その船の準備ができたら出航しようと考えてるの。真夜中にこっそりとね。けどあの恩知らずどもに劣らず頭にくる。そもそも私の命についてなぜあんたに話したのかわからない。大きな決断よ。自分の心に聞いてみればどうすればいいかわかるはず。逃れられない。最後の日々を見つめているとはっきりと。そうね、まだ見つからないけど探し続けると思う。ではさようなら。仕事があるの。うん、クエスト完了。なんか時間が経ったらオプションでマリナを助けるって出てきたんだけど、これやってみようか。本土人、最後にもう一つアイデアがある。ラッドローズの群れよりもクレイジーなアイデアだ。そんなアイデアには慣れているでしょ。船は今かなり強力になった。でもマイヤラーククイーンが正面から攻撃してきた。体調はどう？気分はいい？ありがとう。だから誰にも言いたくなかった。ホンド人、私は陶磁器人形ではないの。戦って死ぬつもりだから。いまいましい仕事について話していい？今までにクイーンがここを襲ったことは？よくはないわ。でも島が威嚇に躍起になっているでしょ。もう時間の問題だと思う。クイーンが暴れ回ったらどうやっても止められないのでは？そうかもしれないけど考えがあったのよ。壁を厚くすればどんなに強くて素早い敵が大軍で襲ってきても撃退できるけど、問題は3よ。これまでクイーンの3を浴びて生き残ったのは他のマイアラークぐらい。この島のマイアラークの甲羅はすごく頑丈なの。だからその甲羅をたくさん集めてきてほしいの。そうすれば町を最大限強化できる。マイアラークはどこで狩ればいいの？カニどもは島中の海岸沿いをうろついている。ハドック後部のあたりを見るといいわ。
バーハーバーの人たちは恩を受けっぱなしね。そうとも言えるし、そうでないとも。みんなが居座ってるとはいえ、私自身のドックのことだから、自分が困るからって言うだけよ。じゃあ頑張ってね。マイアラークのコーラを回収する。持ってなかったっけ。マイアラークのコーラ、持ってないな。あ、これじゃねえわ。ジャンクで、あ、ないな。じゃあここまで行って回収してこようか。また遠いな。マイアラークの甲羅を回収する。これやっていこう。パドック後部いけるかな。浅瀬だったらいけそうだけど。大丈夫、浅瀬っぽいな。おお、現れた。やっぱ今武器ちょっと構えれない。倒したんだけどな。どこ行った？沈んだ？とにかくマイアラーク狩りだな、ここで。おお、ちょびっくりした。やばい、ちょっと登らないと戦えない。ちょっと待って、ちょっと待って、どいどいどい。よっしゃ、沈んだか。あれどこ行った、倒したやつ。回収。あ、ここにおるな。よし、これで回収できたかな。登れないよし、これで OK。 マイアラークの甲羅を渡す。甲羅を切るのは汚れ仕事ね。それ相応の報酬がもらえるわ。マイアラークの甲羅を取ってきたわ。やっと終わった。ドックに溶接したり貼り合わせたり接着したりするものは全て揃ったわ。ねえ、ごめんなさい。病気のことで食ってかかって、こんなことは話したことはなかった。島中がバラバラになる。大勢が死んだわ、キリやカニやらのせいで。そして考え続けた。私にどれだけ時間が残されているか。2週間？3週間？
みはある？ドクターからいろいろな症状に効くものをもらった。苦しいことすべてを抑えるのは大変だった。私の体力はかつてほどはないし、そして悪くなる一方。時間は大切にした方がいいわ。テーブルにすべてを置いていきなさい。それは難しい。以前は喜びをもたらしたものが、今は灰の味がする。頭では思い出せるけれど、知らせが来る前、私はドックにあるものを何でもかんでも放り投げられるくらい元気だった。でもそれからは土地を守っても無意味になった。彼らが来ても構わない気がする。そして今、みんなが救いの手どころか指一本すら差し伸べず言い争う姿を目にしている。なぜ彼らはあれこれ口論するのは無駄だって気づかないの？何か事態を好転させる方法はない？遺言で土地をみんなに譲ろうと思っていた。我々はこの島に長く住みすぎたと思う。共有する土地があってこそ真のコミュニティが形成される。たとえ寄せ集めであっても。厳しい時代にはコミュニティは団結すべきよ。キャプテンは理想主義者の愚か者だと思っていたけれど、こちら側は甲羅を取り付けた後、最後に一つまだあるんか、やりたいことがある。今回の件ではあんたは真の仲間だった。もしも最後を見届けたいなら、さあ仕事に取り掛からないと。おお、すごいいいのが手に入ったぞ。ハープーンガン。次のクエストは始まらんのか。はい、また時間が経ったらマリナーを助けるっていうオプションが発生しました。マリナーを助けましょうか。多分これがもう最後だろう。アーバーはこれ以上ないってくらい安全になった。何かクレイジーなことをしたくてたまらなくなってない？理性と分別で何とか思いとどまってるとか。大丈夫？症状が重いと往々にして決断を急ぎたくなるものよ。そんなんじゃない。このために長年心を鬼にしてきた。これ以上先延ばしできるわけがない。レッドです。聞いたことはあるかもしれないけど、波の下に住む巨大な怪物よ。霧が濃い時にだけ襲ってくる。酔っ払った船乗りのザレ事だと思っている人もいる。でも霧が出ている時には決して誰も後悔に出ない。直感的に海に何かがいることを知っているの。レッドデスが存在するという証拠は？子供の頃おばと一緒に航海に出た時のことよ。突然濃い霧が出てきた。そして見たの、赤い深紅の光よ。空まで伸びる邪悪な光よ。おばは抜かりない人だったから全力で岸まで漕いだ。潮の流れのせいで大変だったけど、なんとか陸に上がった。レッドデスが存在している可能性はあると思うわ。いいわ、頭が回るようね。私の問題が解決してあんたのような人と知り合った今、この邪悪な怪物を倒したいの。長い間ボートに乗った多くの船乗りがあの怪物のせいで命を奪われてきた。レッドデスを狩るのよ。一緒にやってくれない？どうやって狩るの？レッドデスに近くで遭遇して生きて帰った者はいない。でも遠くからその光を見た者は大勢いる。長年かけて目撃情報を集めてきたの。ボートを使えばあそこまで行ける。そうよ。でも今までで最も危険な挑戦になるかもしれない。だから断られても構わない。
報酬は何？キャップはもう全部船につぎ込んでしまった。ハーバーを守ったせいで物乞い同然よ。でもレッドデスを倒すときに見つけたものは全てあんたがもらっていって、私はただレッドデスを葬り去りたいだけだから。参加するわ。協力で大量に破壊できるような武器を持ってきてね。港で落ち合いましょう。お互い自分の船を持って、この旅はこれまで以上に勇気を試されることになる。はい、新しいクエストが発生しました。芝に隙を見せるなよ。銃を買ってくれ。ボートってこれのことか。マリナ、お願い。遠征の話は聞いたわ。あんたが必要なの。お願い、思いとどまって。船は頑丈よ。ライフルを使う者が一人増えたところで何も変わらない。本土人、もしレッドデスが本当にいたら、あんたたちを同時に失ってしまったらもうやっていけない。本当にそんなに危険なの？時々バカな人たちがレッドデスを狩りに行くことがあるの。手ぶらで戻ってくることもあるけど、大抵はそれっきり消息不明になる。レッドデスの狩りに出た者は酔っ払いだけでなく、最強の男たちや女たちでさえも命を落とした。お願い、命を無駄にしないで。ご忠告どうも。もう何を言っても無駄みたいね。無事を祈るわ。行こうか。マリナ、向こうで会いましょう。レッドデスはもう終わり。三人がかりなら生きるか。じゃあ行こう。レッドデスの島に移動する。勝手に動くんだよな。まあパイパーは勝手についてくるだろう。船が移動してきた。私の気持ちが分かるの？本土人。無線？あんたの船にとって安全なコースを記した。勝手に変更するんじゃないよ。目的地近くの浅瀬だと、あんたの船の大きさなら簡単に転覆してしまうわ。あんたの後に、そんなに遠くないわ。本当人、ステイシーおばさんがみんなにレッドデスの間一髪の話をした時、みんなは笑い者にしたわ。それから2週間後、満員のボートが消息不明になることがあった。海岸から水平線が光っているのを彼らは見たわ。ずっとレッドデスの恐怖に終止符を打ちたかったのよ。ナンパしている。あっちにもこっちにも。あそこよ。ん？マリナーと話す。おう、もう先ついちゃったか。向こうで会いましょう。準備をするのよ。マップはどうなっとん？あ、こんなところに。一応ファーハーバーのマップにおるみたいだな。よいしょ。まさか、あれ？あれがレッドデスなの？どれ？本当にこれがレッドデス？そのはずだけど、赤く目が光ってるし、多分霧が濃くなるとあのチビは見かけによらず強くなるのよ。この辺りの魚は凶暴だから、好奇心を少しでも持っている普通の船長ならきっと座礁してしまうでしょうね。岸からこれだけ離れていれば一巻の終わりよ。これで目標達成みたいね。ずっと悪夢に悩まされてきたのに、ただの小さなマイアラークだったっていうの？みんなには何て言えば。これが私にとって最後の大冒険のつもり。もし町の人々に言ったら物笑いの種になる。本当にそれほどのことなの？ハーバーマンがどれだけ頑固で容赦ないか知らないから、そんなことが言えるのよ。
まあ言ってもいいけど、代々語り継がれるでしょうね。見つからなかったとだけ言えばいいんじゃない？口裏合わせてくれるんならそうしたい。行きましょう。これはあんたへのお祝いのつもりで持ってきた。こんなことになるとは思わなかった。ハーパーの伝説。うん、一応伝説武器じゃん。あれがレッドですか。レッドです。打ち負かす。え、倒していいん？確かに赤いな。ただの小さいマヤラクだったんだな。で、船に戻る。もうすぐ近くみたいじゃな。これでクエスト終わりのはずだけど、経験値入らんな。まだなんか続きあるんかな。お、ファーハーバーに戻った。英雄の歓迎受ける。どういう歓迎されるんかな。到着？到着。来た。戻ってきたわ。見つかったか。あの海の厄災を始末できたか。探したのよ。でもその見つからなかったの。よかったわ。本当にレッドデスを見つけてしまったら絶対に死んでいただろうから。ええ、まあそうかもね。まあ仕方ない。次は見つかるかもしれないしな。これでいいの？マリナと話す。あら、マリナ。どうやら行き止まりのようね。あんたと話すたびにいろいろ考えさせられる。最後の旅のために装備と物資をしまい込んでいたの。でもこうなったからにはわからない。ではどんな計画？今取り掛かっているところ。つまり全てが終わるのに最後の数日にそれをすることに何の価値があるというの？置き去りにすることに何の価値が？置き土産になるようなことをするのね。思い出してもらえるような何かを。それは明暗かも。ちょっと画面がおかしいな。何があってもどんな成り行きになってもあんたは真の友人よ。手前、医療品は多い。デイトショップ完了。お、クエスト完了。あー、惜しい。レベルアップまでもうちょっと。